If music be the food of love, play on. もし音楽が愛の食べ物であるなら、弾き続けなさい。つまり、音楽と愛というのは、そういう関係にあるということですね。確かに、音楽は人の心を優しくし、豊かにし、育みます。その中から愛が生まれるというわけです。で、もしそうなら、音楽を弾き続けなさい。Live a little, comfort a little, cheer thyself a little. 少しだけ生きなさい。少しだけ慰めなさい。少しだけ自分を喜ばせなさい。と訳しました。まあ、人生。というのはですね、ぬか喜び、取り越し苦労は禁物ですね。どういうふうに、まあ、解釈するかは皆さん自身かと思います。Live a little, comfort a little, cheer thyself a little.Go wisely and slowly. Those who rush stumble and fall. 賢く、そしてゆっくりと行きなさい。急ぐ人はつまずき、そして転ぶよ、と。そうですね。One step each time という格言があります。一度に一つ、一つずつ、じっくりとこなしながら、前に賢く進むこと、というふうに解釈できます。Doubt thou the stars of fire. Doubt that the sun does move.Thou's truth to be a liar, but never doubt I love. 星々が火であることを疑いなさい。太陽が動いているということを疑いなさい。真実というのは嘘であるということを疑いなさい。がしかし、私があなたを愛しているということは疑ってはいけません。1600年前後にこのような事実を言い切ったところが素晴らしいですね。おそらくその当時の人たちは星々は火だと思っていたのでしょうね。そして太陽は動いていると信じていたのでしょうね。そして真実というものはないんだよと。がしかしシェイクスピアは私があなたを愛しているということは疑ってはいけませんよ。We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. 生きているということは、夢が
作られていくようなものかもしれないね。そして私たちの人生というのは眠りの中で繰り返していくものだよと訳しました。で、私たちはその夢の中で生きているようなものかもしれませんね。あのアインシュタインはこう書き残しています。すべてが奇跡なのか、あるいはすべてが奇跡でないのかと、つまり生きていること自体がすべて奇跡なんだよと。シェイクスピアの哲学とどこかつながっているように感じます。I love thee, I love but thee, with a love that shall not die till the sun grows cold and the stars grow old. 私はあなたを愛する。あなただけを愛する。決して死ぬことのない愛で、太陽が冷たくなるまで、そして星々が年老いるまで。太陽が冷たくなる。星々が年老いる。シェイクスピアはこうした知識をどこで手に入れたというのでしょうか。太陽がですね、いつか冷たくなるというようなことや、星々に新しいあるいは古いなどというようなことは、当時の人たちには知る由もなかった事実ということになります。It's not enough to speak, but to speak true.いくら話しても、それは構わないが、しかし、真実を話しなさい、と訳しました。ありのままを飾らず、そのまま話すということですね。それはまさしく私たちの人生観へとつながっていくのではないでしょうか。A light heart lives long. 軽い心はね、長く生きるもんだよ、と。まあ、心にも軽い思いがあるというわけです。そして明るく軽やかで、すがすがしい心というのは、皆の心を巻き込んで長く生きるというふうに解釈できます。Hell is empty and all the devils are here. 地獄には誰もいないよ。空っぽだよ。すべての悪魔はここにいるんだよ、と訳しました。つまり、善も悪も、天国も地獄も、今、まさに、この世にあるというわけです。と同時に、この世に、すべての悪魔がある、というふうに解釈できます。Never play with the feelings of others, because you may win the game, but the risk is that you will surely lose a person for a lifetime. 決して他人の心を
もて遊んではいけないよ。なぜならね、あなたはそれで勝ったつもりになるかもしれないけれどもね、あなたはその人を永遠に失うよ。決して他人の不幸や悲しみや苦しみや病気を酒の魚にしてはいけませんね。他人の心をもてあそび、そして他人の不幸を笑った人は、今度はその何十倍も苦しむということになるということではないでしょうか。明日は我が身と考えて、そうした人たちの不幸や悲しみを共有することこそ重要だと私は解釈しました。I will have poetry in my life and adventure and love, love above all. 私は人生の詩を書くでしょう。そして冒険の詩を書くでしょう。そして愛だ。とりわけ愛の詩を書くでしょう。シェイクスピアは生涯一貫して愛を語り、愛を貫きました。その姿勢はまさしくイエス・キリストの姿勢とつながっていきます。There is no darkness but ignorance. 暗闇なんてものはないんだよ。あるのはね、無知なんだよ、と。人生で暗闇を感じることはしばしばあります。がしかし、シェイクスピアはですね、暗闇なんてものはないんだよ。すべて無知が原因なんだよ、と。つまり、私たちが知らないものの向こうに希望があり、夢があり、そして生きる意義や目的があるということではないでしょうか。Women may fall when there's no strength in man. 男がすべての力を失ったときに、女性というのは恋に落ちるものかもしれないと訳してみました。男がすべてを失ったとき、つまりすべてを丸裸で投げ出し、愛を乞うたときに、女性というのはそれに答えるものではないかと、私、林浩司は勝手に解釈しています。Time is very slow for those who wait. Very fast for those who are scared. Very long for those who lament.Very short for those who celebrate. But for those who love, time is eternal. 何かを待っている人にとっては、時の流れというのは大変ゆっくりとしたものです。何かを怖がっている人にとっては、時の流れというのは大変早いものです。
何かを悲しんでいる人にとっては、時の流れは長くなるものです。また、何か良いことに酔いしれている人にとっては、時の流れというのは大変短くなるものです。がしかし、誰かを愛する人にとっては、時の流れというのは永遠です。シェイクスピアは一貫して愛の大切さ、重要さ、そしてその愛の持つ意味深さについて説いています。それはしかし愛を知っている人のみが知る事実ということになります。愛を知らない人はその一歩手前で、入り口の手前で、その向こうにある広い世界に怯えるものかもしれません。未知なる世界に入ることに躊躇するものかもしれません。しかし、ひとたび入ってみると、今まで私たちが知っている世界の何十倍も何百倍も広い世界がその向こうに広がっているのを知るということになります。